どうもレフティー K です。今回はですね、宮崎県北のサーフで、カタクチイワシが接岸しているという情報を、入手しました。まあ、そのサーフでですね、そのカタクチイワシにシーバスがボイルしていると。しかしそのボイルがなかなか、釣れない、まあ、シーバスがヒットしないということなんで、まあ、ちょっと興味が湧きまして、まあ、攻略しにね、やってきました。さあどうなるんでしょうかね。ではご覧くださいませ。どうしようかな。そんな難しいか。この辺で一発と思っちゃうけどな。なんかすごいね、確かに。なんか感じるよ。あの辺鳥がついてもんね。あ、ほんとじゃ。ほんとじゃ。上がるっちゃけど釣れんちゃろ。面白いね。あ、やっちゃって。おお、沖縄やって。もうそこら中でやってるじゃん。この本当じゃ、結構ゲームやってるやん。時間やってどこやればいいか。結構すごいやん。すごいやん。風向きか。すげえ。あ、もう許せる。すごい。こう回ってる。何やこれ。フライで全然いける距離やん。わあ、やけどよ。あ、すげえ。波打ち際でやっちゃうやん。トップです。とりあえず。ほほほ。いや、マジか。うわ、すげえな。全く無視されました。出ないのかい？出ないのかい？難しいよ。おっしゃ。あ、外れた。出るよ。やっぱペンシルで出るよ。クリアカラー使ってる。クリアカラー。いや、普通にトップで出るし。難攻不落と言われるこのベイト付きのボイル。
死ぬかな。よし、来た。死ぬー。ほら来ましたね。フェイキードッグ DS ですね、これのクリアから普通に釣れました。すげすげ。あ、でかいのもいるね。すげえぞすげえぞ。すごいことになってるよこれ。すごいぞこれやばいぞ。やばいよこれ。やばいよさっき一匹釣った。うん、うわうわ、素通り素通り何や、ここら辺が一番いいね。使ったあっちあんまおらん。わあ、弾かれたあとちょいでかからん。あー、そうそらそうやろね。もう水面で食ってるもんね。お、いいサイドおるやん。わあ、下手くそだな。やっぱ浅いからだね。あー、来たー。いや、死ぬだね。お、シーバスじゃ。なんだ、シーバスじゃないか。へへへ。ほら釣れるじゃないか。お、まあまあじゃないか。ね、あん、あんしてあん、コラバレンは。おっしゃ、ちょっと一枚写真撮ってもらおうかなうん、こう、あ、携帯で。イエーイ、あおー、ほい、はい、チーズ。90ぐらいに見える。90ぐらいに見えますねオッケーオッケー、ありがとう。タイミングですね、これ。おー、すごいなすごいぞ
ちょっと逆光だからね。逆光ですけど、すいません。逆光で。おい。来た。やっぱボイルしてるとこ投げたら一発。でかっ。死ぬもいいサイズだ。はい、来ました、チヌ。大きいね、チヌ。うん、45ぐらいあるかな。これ糸だけですよ。ああ、いいサイズやった。すごいことになってる。追い込む量してる。シーバスが追い込む量してる。すごいことになってる。うわ、すごいことになってるこれ。何これ。ことなってるよ。これこれすごいよ。これはえらいことやわ。これはえらいことなってる。ほら、あー、カタクチイワシやね。完璧な。おお、これはクリアカラーじゃなくてキラキラさせた方がいいパターンかもしれんな。ねえ、今日仕事やったでよ。うわ、沖すごいよ。青もんがいるね。うん、強烈や。クリアカラーから今度はちょっと、もうイワシですね。イワシ、イワシカラーに変えましたよ。おっしゃー、乗った。シーバス、おっしゃー、釣れるぞ今日は。よっしゃー、丸のみ。よし、ほら、ハーモニカ食い。やばいよ。あるかもね。ちょっと、カメラにも。うわぁ、きつた。ん？ああ、それっぽい。うわぁ、いいサイズやん、これ。クリアカラーじゃなくても出ました。おっしゃ。よし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 。Thank you.
ほう。おわ、やれ。投げて投げて。難しいやろ。めっちゃ弾かれますもん。いやー、ちぬ。わあ、いっぱい食ってるね。このき、ね、カタクチがいっぱい入ってますよ、ここ絶対。ポニョポニョしてる。ああ、マッチダビートですね。完全に。面白いな。お、水に泣く身長やね。あ、06？ あ、いいね、そんくらいがいいよ。俺も35だもん。まあ、3.55 やけど。そうやろ。さあ、最先端行ってるところ。なるほど。お、いや、いや、いや、シーバスや、シーバス。おい、いいね、いいね。本当やね。おっしゃ。お、いいやん、写真撮ろう。よっしゃ、いいねー、いいねー。あ、いいね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 。この辺からこう下から撮るとね、すげえでかく見えるじゃん。はい、行くよ、もう一枚。はい、はい、もう一枚。はい、 OK。 出た出た。何匹目だろう。結構釣ったぞ。結構釣ったように見えたけどもないな。来ましたね。わあ、精子出てる。はい、いいですね。がっつり食ってます。ちょっとこのピンベイト、スピンテール、マッドネスの確か何だっけ、バグリースピンだったっけ。これでいきます。ちょっと沖で、食いましたね。テールスピンです。なんだよ、食うじゃねえか。ちょっとでかいな。粘るな、お前。超引くな、おい。電池買いました。いや、釣れましたよ。これでかいね。サイズ測ろう。
70アップです。頑張ってスローや、頑張って。おお、なんやでかいやん。中。いいサイズ。でかいな、そのチヌ。チヌの写真撮ってないわ。おお。釣るねー。あはは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 、危ない。グリップからのファイトがなかなか見ものやね。あ、いい、こっちの方がいいね。ちょっと待って。はい、チーズ。ちょっと待って、はい、チーズ。おい、もう一枚。はい。OK。おう。あ？ああ。まあ、形は大体そうやな。ああ。よっしゃ。ほら、来た。おお、ジグで来たぞ。わかんねえ。引くね、ここの。やばいね。そんな大きくはないっちゃけど、まあ大きいっちゃけどさ。そんな。よし。ほら。ほら、攻略したぞ。攻略したぞ。よっしゃー。イエーイ、来た。うん、ロンジンのグリード、これも70あるよね。トリプルフックに変えて正解ですね。ただ巻きです。ただ巻きで組みました。いいぞ。あんちゃん、この釣りは、うわ、でかいでかい。俺はあえて沖を狙う。うわ、すげえな、ベイトが。ほら、来た。あ、外れた、外れた。やべ、グリードハマる、これ多分。わあ、これいかんな、これ投げた方がいいな。俺も投げるぞ。
やばい、そうでもない。でもさ、手前でトップで出てたやつらとは全然違う答えよね。太さが違うもんね。これ抵抗がやばい。おっしゃ、来たね。えい。いや、いいよいいよ。いいよいいよ、十分十分。太い太い、丸い丸い。ルアーなんで釣りましたか？何ですかねこれ。ジャンプライズの、うん、名前忘れました。ジャンプライズのひらめきジグっすね。ひらめきジグの30g にトリプルフック。いや、いいね。はい、行きます。はい。よっしゃ、来ました。またグリードっすね。バッチリとこ変わってます。いいっすよ。サーフからの、まあ、片口イワシパターンの、まあ、シーバスゲームということでしたけどもね。いやいや、面白かったっすね。はい、まあ、今回まずヒットしたルアーをちょっと今からお見せしましょうかね。はい、こちらですね。ロンジンのメタルジグ、グリード、赤金ですね。これは 30g です。で、最初アシストを、まあ、リアと、まあ、フロントにつけてたんですけども、バイトあるけど乗らなかったのでこのリアの方をトリプルに変えました。そうすると結構乗りましたね。まあ、こちらちょっと、まあ、後半かなり釣れてくれたルアーです。まあ、最初ですね、まあ、数頭でいきなり反応があったと。ジップベイツの、フェイキードック DS ですね。このクリアカラーとちょっとこっちのイワシカラーですね。こちらの2つをローテーションさせながらまた、数を稼いでいきました。あとはこれですね、マドネスの何ですかね、これ多分バクリースピンだと思うんですけども、はい、こちらで70アップ取りました。フックももう曲がってます。いやー、結構釣れたっすね。はい、週末ここ結構人がずらっと並んで、まあ、やってたみたいなんですけども、まあ、全く釣れないと、まあ、ボコボコボイルしてるんだけど全く釣れてない。まあ、一回こう一匹釣って扉が開くと結構ポンポンポンと、まあ、はまるというか釣れますよね。いや、ほんと楽しかったですね。まあ、タックルもちょっと設定、ご紹介しましょうかね。はい、
だいぶこれ使い込んでますからね。これはね、さくら C3 の、ショア8ハーフですね、8半の、ロッドです。まあ普通サーフだったら9半使うところなんですが、今回まあ硬くて弱しで、波打ち際から、まあ、20メーター範囲で、ボイルがあるということだったんで、まあ、近距離勝負ということで小さいルアーも投げれるように、こういった86にして、ライン08にしました。 P08 このラインは、ラインシステムさんのキャスティング X8 の、0.85 ですね。でそれにリーダーが、ラインシステムさんの LST シーワショックリーダーのナイロン 3.55 です。まあ、リールは2500番のこれハイギアですけどね、セルテート、2510、RPH を使いました。いやー面白かった本当に。さあこれがいつまで続くんでしょうかね。でも硬く強くてすぐいなくなりますからね、次来た時は全く何もいないっていうことはもうしょっちゅうですから。いや楽しかった。じゃあ次は大鰊で頑張ろうかな。いやちょっと大鰊は、ね、厳しいんですよね今年は。いっちゃいるけどですね、はい、まあ次なんか釣り物見つけていきたいなと思っております。それではまたね。